どうも、清明祭です。ですね、3日で辞めてしまった会社、企業ということで話をしたいと思います。まあね、3日で辞めてしまったんで、さすがに基本給2万7000円ですね。あまりもらえませんでしたね。はい。で、深夜手当が2300円、これはちょっと意外ともらいましたね。んで、まあ、交通費132円、これもっとかかってるんですけどね、ガソリン代。はい。で、支給合計が3万円ですかね。で、靴代が3400円、食事代が990円。で、まあ、この手数料って何なんですかね。手数料、まあ何の手数料か分かんないですけど。で、制服代が2700円、まあ、制服代も引くんですね、ここ。まあ、ちょっとこれはひどいなと思いましたね。んで、まあ7000円も引かれまして、総支給額は2万3000円ですかね。2万3000円。まあさすがに3日で辞めてしまったんでね、ちょっと申し訳なかったなというところもあります。終わります。